パカロン、シティカラー。で、これ、ね、ブルー、ジャスミンライス。はい、今回なんですが、本日国立競技場でマンチェスターシティとバイエルミュンヘンが試合あります。で、今回ゲスト、今井美桜ちゃんです。よろしくお願いします。今井美桜です、はい、もう楽しみです。いやいやいや、もう本当にありがたいです。もう貴重な経験をさせていただきって感じなんですが、いやもう今回は美桜ちゃんとあともう一人、はい、ちっちゃなあの巨人が来ますので後でうるせえとか言われそうですけど、はい、3人で回りたいと思うので、はい、楽しみです、はい、美桜ちゃんはサッカーをこう観戦とか、まあ、スポーツ観戦も含めてなんですけど、うん、されるんですか？きっかけ的にはそのお仕事でっていうことが多かったんですけど、うん、そこから結構見るようになって、うん、それこそ J リーグ、うん、J2 の試合とかも見に行って、それこそあの町田の試合も見に行ったことありますし、はいはいはい、はい、なるほど。結構いろいろ休みがあれば行ってますね。うん、サッカー観戦の、うん、あの美桜ちゃん的なこう、うん、醍醐味というか、うんうんうん、どういうところが楽しいと思います？私結構友達と行くんですけど、はいはい、普段は結構友達とランチしたりとか、うんうん、ちょっと犬一緒に遊ばせたりとかが多いんですけど、うんうん、またちょっと違った楽しみ方、休日の楽しみ方っていう感じで、うんうん、友達とちょっとスポーツ観戦行こうって言ってサッカー見に行ったり、それこそ違うスポーツ見に行ったりとか、うん、休日の一つの楽しみ方としてサッカーも楽しんでるって感じですね。なるほど、うん、カタールにも行きました。えワールドカップ。それは仕事じゃなくて？仕事じゃなくて行きました、友達と。すごっ、日本代表戦。違う。あ、それが違うんですか？違うんかいって今突っ込みましたね。あ、そう。アルゼンチンとサウジアラビアの試合に行きました。そこはメッシを見に。あ、メッシを見に。なるほど。メッシを見に行きました。もう大盛り上がりでした。周りが結構サウジアラビアから見に来られた方たちが多くて、うん、はいはいはい、なんか仲良くなったんですけど、一緒になんか喜びました。アルゼンチンを応援してるのに。そうなんですよ。なるほど。じゃあ日本戦は見ず？日本戦は帰国してからテレビで完成しました。じゃあめちゃくちゃ弾丸で行ったん？0泊2日。うわすごっすごっ。しかも急遽。急遽。そう、これ休める。サッカー好きじゃないと行かないですね。確かに行きました。でも、うん、海外の試合を見たの、海外のチームの試合を見たのはそれ初めてで、うん、全然あの海外のチームまだ勉強中って感じなんですけど、うん、でもそこからうわ海外の試合も面白いんだと思って、うんうん、結構見るようになりました、海外のそのリーグとか試合、そうですね、試合もたまに見たりするんですけど、今まで J リーグしか見たことなくて。あ、なるほど。そうなんですよ。へえ。見るようになって、今日は、ね、楽しみです。ねえ、今日は僕も楽しみです。マンチェスターシティとバイエルミュンヘン、あのもうチケット即完売。そうですよね、はい、応募の時点13万アクセスあったみたいです。13万アクセス、はい、だから抽選みたいだったです。あのものすごい、はい、注目されてる今日の試合みたいです。すごいですね。いや、すごいです。見られるなんて。いや、本当すごいですね。ありがとうございます。いやいやいや、もうでホスピタリティがやっぱね、特にこう充実してるというか、うんうん、そうだからフードだったりドリンクだったりとか、うんうんうん、あとその他にもなんかこうなんかピッチレベルにこう見に行けるのも、まあ、試合によってはあるし、そういう特典付きっていうのが、まあ、子供も大人も楽しめるとか記憶に残るような。うん、もういろいろセットでってことなんですね。そうそうそう。シティ知ってます？マンチェスターシティとかって。まあ何試合か見たことがあるレベルなんですけど、でも前回の試合も 見ました。ああ、本当ですか。うん。なんか気になった選手っています？ちなみに。やっぱり、ハーランド選手。ああ、やっぱそうなんだ。出てきて、あ、まず大きいみたいな。確かに確かに。目立つがたいももちろん身長もそうですし、あのロングヘアもね、はいはいはい、やっぱりこう遠くから見てても目立つので、うん、でそれだけじゃなくプレーもやっぱりすごいなと思って。
あと年を見て、私2000年生まれっていうのを見て、うん、年下なんだみたいなサッカー上手いってこういうことなんだって思いながら見てました。いや、うん、僕もまあ、あのその試合も行かせてもらったんですけど、うんうんうん、めちゃくちゃ楽しかった、本当。でマリノスも前半良くてね、そうですよね、うん、先に2点そう、2点決めて、シティが決めて、うん、花火がバーってこう上がって、ね、うん、あれ、でも神宮の多分野球の花火、あ、そうなんですか、野球の、そう、野球の多分花火だったと思うっていう、あ、そうなんですね、ちょうど野球もやってて、神宮球場で、うんうんうん、で、阪神対ヤクルトで、その多分花火じゃないかっていう。あ、そうなんですね。そうそうそう、サッカーのための花火だと思ってました。そうそうそう、タイミングがね、なんか用意してたのかなみたいな。そうそうそう、めちゃくちゃバッチグで。うーん、ちなみにあの全然あのサッカーから離れるんですけど、うん、ウンパルンパって知ってますか？はい、あのよく TikTok とかインスタで拝見させていただいてまして、はい、お会いしたことはないんですよ。でも、あ、なるほど。でも今日会えるの。ちっちゃいおじちゃんです。面白いですよね。あの最近で言うと、あの日本代表の選手たちをなんだろう、ネタに。あ、そう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 。すごいな。すごいね。豪華出演。おお。みちゃんはずっと東京。いや、大学からで。大学、私青学でさっき取った。おお。そうなんですよ。ミスコングランプリですもんね。え、みゆちゃん。昔。え。いやいや、大学のミスコン。あらら。すごいじゃないですか。ミスコンのグランプリ、あの僕とウンパとは無縁です。いや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 、那須さん、まだ引退される前、うん、ちょうどその年に私ヴィッセルコンサートお仕事をさせていただいたことがあって、うん、え、俺絡んでないですよね。あ、絡んではないんですけど、ですね、そうなんですよ、うん、あ、じゃあサッカー関連の仕事も結構こう、大学の頃に多くて、でもそこからなんですよ、大学、その J リーグとかサッカーにハマったというか、見るようになったのは。そうなんですよ。父親が小学生に教える、はいはい、コーチやってたので、うん、うちはもう弟も父親もサッカーって感じの家系なので、うん、高校サッカー家族で見に行ったり、父親のその教え子たちが出てるっていうので行ったりとかはしてたんですけど、大学入ってからそういうのをきっかけにすごいハマって見に行くようになりました。なるほど、まあちょっとね、あの家族がね、このサッカー好きだったら機会は増えるし、ね、なんですよ、うん、はい、ウンパルンパ君合流ということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。あ、林ウンパルンパと申します。いつも見てます。マジっすか。はい、僕なんか見ていただけるんですね。嬉しい。ミス青学、うちらにはもう全く関係ない。いやいやいや、まあ特に関係ないですよ。いや、マジか。え、ミス青学。ちょい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 、なんか特にって俺に言った？今。あ、はい。俺に言ったか。はい、いや、うん、すごいっすね。いや、すごいっすね、本当にね。ウンパは本当、名だたるサッカー選手とだいぶ合ってるよね。いやー、ちょっともう、本当 TikTok ドリームっすね、ね、本当に。ほんと、J リーガーからヨーロッパ、海外選手誰な、有名なところで言うとね、今ビニー、あ、ビニッシウス、グリーズマン、そう、あとジュリオセザール、サネッティ、サネッティ、あ、そっか、そこもか、ビジャン、ダビー、うん、アンドレス、アンドレスフェルナンド・トーレス、トーレス、うん、すごいな。サッカーはどれぐらいあれなんですか？サッカーは、いや、全然まだ勉強中って感じです。なるほど。ぜひ教えていただけたら嬉しいです。じゃあ那須さんがどんな感じの選手だったっていうのもよく、まあちょっとぐらいみたいな。そうですね。国立到着ということで、じゃあこれから実際中に、はい、行ってみたいと思います。すごい人ですね。どっちもいいんだろうね、ユニフォームで。シティの水色の方が多そうな感じします。いや、すごいな。カーラ見てください、後ろ。カーラもじゃないよ。やってまいりました。はい、これから入ってきます。照明がちょっとおしゃれですよ。あ、はい、この試合のみ。はい、だから内中も変わってます。前の試合のシティとあのエルマリの戦は違う色でした。そうなの。はい、この試合用に。うわー、気合いですね、やっぱ。高級感だ。そうなんです。もったいないな、今日だけってやつ。はい、これからビッグの方
わっ、こちらでいける、こちらで。すげえ、1057 7 行きましょう。行きましょう。いいんだけど、ちょっと早く仕上げだ。じゃあ行きましょう。あ、え、お土産？これ、いただきます。これすごい、なんか他にも入って充電器充電器いただけた。アンカーの充電器入ってんじゃん。めっちゃ、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。めっちゃ早い。なんとですね、こちら、うわ、ホテルのこれ、飲み物から食べ物、すごい、すごい、お酒のホテルのなんか朝食ビュッフェみたいな。あ、こっちはすごい、そういうことか、そういうこと、ブルーだ、ジャスミンライス、チーズバーガーも青い、ジャスミンライスってどういうこと、わからない、マカロン、シティカラー、で、これ、ね、ブルー、ジャスミンライス、ジャスミン、僕にも分かりません。え、どういう、絶対普通のご飯がいいでしょ。ジャスミン食べてみましょう。食べてみましょう。絶対普通のご飯がいいです。いやいや、これ見てください。ということで、早速なんですが、うわっ、え、皆さん何飲むんですか。ワインとかなんですか。ウェルカムシャンパン。おしゃれだな。え、どうしますか。ウェルカムシャンパン。そしたら僕もいるかも、シャンパン。お願いします。大丈夫、シャンパン。ちょっときついさ。ね、すぐ、めっちゃ赤くなるよね。でも、ブルーロン茶ですか。ブルーロン茶ないよ。あ、ロン茶大丈夫ですよ。すみません、お待ちください。お酒がちょっと弱いものでして、最初にこれ飲んじゃったらもう多分粉がそんなことめちゃうから。乾杯しましょう。はい、乾杯しましょう。じゃあ早速ご飯も、はい、好きに取って食べましょう。うわ、すごいなこれ。ジャスミンライス、青いジャスミンなんて聞いたことないもん。皆さん多分気になると思うからちょっとお届けしますわ。青いライスはどんな感じなのかっていうのが、ちょっと皆さんこれね、見たことある、これ青いライス、青いジャスミンライス。ちょっと食べてみますか。普通のライスの方が俺は絶対うまいと思うんで、どう考えても絶対にジャスミンじゃないと思うんですけど、食べてみます。あ、なるほど。ジャスミンいるわ。めちゃくちゃうまい。そんな癖強くねえわ、ジャスミン。思ったよりね、馴染んでる。こちらは、アンチのフティーダウンで、反対側に、バイエルミュンヘンラン。それで、ひっくりの形が違うので、こちらはイングランドビー。おぉ、マンチェスターイングランドやな。で、あっちがブリッジは、バイエルミュンヘンね。バイエル。いやー、ここ何回来てもやっぱ興奮するな、ここは。すごい。今日はこれパンパンになりますから。うわ、はい、実は試合中なんですが、何かか、はい、あの別の方々とこの観覧ですが、もともと入ってたので、あ、はい、試合中はいないです。試合後にまた来てみます。はい、今スタメンは出たんですが、はい、結構いいメンバー、ベルナンド・シルバだったり、グリーディッシュ、コバチッチ、ストーンズ、ウォーカー、エデルソン、バイエルはヤブリーだったり、ザネとかコマン、ディミヒとか、多分ターンオーバーにはなると思うんですけど、両チームともリーグ戦でも主力を張るメンバー出るってことで、非常に楽しみな試合になってます。はい、ターンオーバー選手すっごい大きいですよね。何センチぐらいあるんだろう。3とかじゃないですか。あ、でもそんな変わらんか、俺と。145、誰が145、
ダディが100、バカ野郎。バカ野郎、ごめんなさい。バカ。152だった。あ、バカ野郎。159.5 です。160に惜しくも毎回届かない。さあ今ウンパ君は今日関係者と元々観戦予定だったんでこちらの方に向かってこれから観戦したいと思います。じゃあ楽しんでいきましょう。大体アルフォンス・デイビスがあのスピードで言ったらついていけないのが大概なんですけど、ウォーカーはそれで後から行ってもこういうふうに寄せ切れるんで、あそこだったり、あとは、まあ、終盤のセンターでボールの止めるっていう技術が、あの密集でそうバシッと決まるから、そう次の判断ができてるっていうか、なんかもう、アップレーダーが切れないですよね、なかなか。ねえ、そうなんですよね。上もなかなかだし、外に出るから。ずっとこう動いてるから、ね、そうそうそう、ファールはあんまり、ね、多くなくて、しかも結構なコンタクトで結構踏ん張るよね。こんなに当たって倒れずそのままなんだみたいな。いや、すごい圧巻のプレーでしたけど、後半は多分ロドリだったハーランドアップしてたので出ましたね。入れるんじゃないかなっていうので、ね、ハーランド選手のアップ姿後ろからちょっとチラッと見えましたけど、ね、大きくて目立ちますよ。あの中でも大きいもんね。大きかったです。ちょっとまた今後も楽しみたいと思います。はい、はい、シーとバイエルの試合終わってで、なんとこちらのイタリティのプラディでは、うん、デザートに、はい、ついてくれてるクレープを、はいはい、ここまでが、まあ、おもてなしということですごいな、ここ。で、試合を終了後も30分間に対応して、まあ、ビールの方がこれを入れます。はい、お酒も飲み物も、いや、食レポ大得ですよ、まあ、どこがどういう風にいいのか、まあ、どういうフルーツなのか、どういうスイーツなのか、そこをしっかりとね、皆さんに伝えたい。これラズベリーのケーキ、はい、あらいただきます。じゃあいただきます。おいしい。絶対うそ。めちゃくちゃうまい、本当に。え、なんか甘すぎず辛すぎずスイーツって感じ。そうやろ。多分ですけど、これ多分食後に食べた方がいいです。ゲーム後半も含めてでした。いや、面白かったですね。そこでボール回すかみたいなつもりで低い位置でね、結構勉強にもなりましたね、僕はウィナーズ目線で見てたので。選手がどう、はい、さんが後半動かないでって言った瞬間に手が入って後半37分。安田はもあるんですよ。最終的に、スコアが2対1、はい、2対1スキーの勝利だったんですけど、まあ、でも両チームとも、まあ、プレシーズンで、まあ、天気ロゴの勝利だっていうレギュラー争いっていうのが段階なんですけど、やっぱりなんかゲームが見えないし、取れるけど技術のクオリティが高すぎて何気ないトラップでもあの密集でも失わない局面局面でもね、すごいいいものは見せてもらいました。まあ、ということで、今回
まあ、試合前から楽しみ、試合もね、どんぶり楽しめて、非常に素晴らしい試合をしてもらいました。エルケンちゃんと、SNS やってます。というか、TikTok、YouTube もしますので、皆さん応援の方もぜひよろしくお願いします。本当にお願いします。マジでお願いします。本当にお願いします。アウディフットボールサミット、これでお別れしたいと思います。非常に楽しかったです。それでは皆さん、バイバイ。バイバイ。